スケネクタディスケネクタディ北緯42度48分15秒、西経73度55分45秒、北緯 42.80417 度西経 73.92917 度、42.80417-73.92917 スケネクタディは、アメリカ合衆国ニューヨーク州にある都市。スケネクタディ郡に位置し、同郡の中心を担う都市である。2000年の人口統計によると61,821人の人々が住み、ニューヨーク州で9番目に大きな都市である。市の名称スケネクタディの由来は、モホーク族の言葉で、松の木々の向こう側などの意味を表す言葉。現在スケネクタディが位置する場所は、元来、モホーク族の土地であった。17世紀中頃に、オランダ人入植者たちが、ハドソン渓谷に到着した時、オレンジ砦にあった彼らの住居を見た、モホーク族が、小農田だと呼んだ。これは、松の平野の向こう側を意味していたが、結局はこの言葉が由来となった。地域一帯が、ニューネーデルラントのオランダ入植地となった1661年、このスケネクタディに、最初の入植者が現れた。ウィリアム王戦争のただ中にあった1690年2月8日、フランスとインディアンの同盟軍によって同地に住む多くの人々が殺害された。また、後のジョージ王戦争が行われていた1748年にも、再び、フランスとインディアンの同盟軍によって襲撃されている。スケネクタディが区として合併されたのは1765年、市に昇格したのは1798年のことである。アメリカ独立戦争期には、アルバニー軍、第2連隊が地域で編成され、サラトガの戦いやイギリス擁護派との戦いで、主に活躍している。その後は1795年に、ユニオン大学が設立。1887年には、トーマス・エジソンが、自身のエジソンマシンワークス社をスケネクタディへと移し、1892年には、ゼネラルエレクトリックの本部になった。スケネクタディ市の総面積は 28.5 平方メートル、プロクターズシアター等が名所。アムトラックのスケネクタディ駅、が、エリーブルバード332にある。スケネクタディ駅には、下記の列車が停車する。ありがとうございます。